ロッキンベアからのロッキーポニー。下ダンボール。やる？ええよ。ダンボール。ここが滑り台で滑るとのことです。ダンボールを敷いて、いやこっちはこっち、この黒い方、黒い方滑ってみて。そこお尻破け、あれ、上に登ってきました。こんな感じで景色は最高ですね。せっかくなので登ってみますか。コテージです。こんな感じで、さっきの吊り橋のところからちょっと登ってきて、こんな感じです。遊具、あ、これは練習でしょ。からのウェーブ。からの迷路。あ、これは欲しい。からのすごい。こんな感じです。娘がチャレンジします。はい。はい。そこから行ってください。はい。チャレンジします。はい、頑張って。じゃあ、ここから行きますよ。はい。
ちょっと遊びをレクチャー。よし、はい、今度こっち。さっきと違うコース行ったら、うん、うん、トンネルくぐったら、そう、パーツパーツ、この滑り台滑りますね。続きの動画、遊具。サイクル系が多いですね。うわ、確かにサイクルだ。サイクル列車乗り場。サイクルの列車、列車でサイクル。ああ、コースはこんな感じです。来る列車にはトンネルもありますね。で、その上がハイキングコースで、稜線ボルダーランドがある、あれかありますね。こんな感じです。稜線子ども村、こんな感じでした。またゆっくり来たいと思います。ありがとうございました。交際館到着です。子ども村のちょい上ですね。アイス食べて帰ります。考えは一緒なんですかね、皆さん。
ちゃくちゃ凝って巻き場のジャージ。カップの桜頼みました。すごい人ですね。うん、桜うまい。結局馴染みの店に切ってしまいました。はい、何で答えましょう。はい、塩の大盛りと、うん、味噌ラーメン。はい、一つ。はい。ゆかちゃんは塩くんの？はい。はい。大好きだもんね。味噌ラーメン。うん、うまっ。ここでカメラは途絶えたのだ。